フォッカースピンスピン機場のアントニー・フォッカーフォッカースピンはアントニー・フォッカーが開発した初の航空機。派生型としてドイツで試験採用された M1 からその発展型である M4 までの軍用機型が存在している。スピンはオランダ語で雲を意味し多数の非回線により大きな雲のように見えたことに由来する。ドイツで学んだアントニー・フォッカーは 航空機に強い関心を抱いていた。1910年、フォッカーはアルグスモトーレンの50馬力エンジンを調達した、フランツフォン・ダウムと共に独自の航空機の製造に着手した。設計はヤーコブ・ゲーデッカーによるものであり、同年1号機が完成したが、この機体はダウムが操縦中に機に撃突し、修復不能となった。エンジンは再利用が可能な状態であったため、 これを回収して2号機に当てることとなった。2号機はほどなく完成し、これを用いてフォッカーはパイロットライセンスを取得したが、この機体もまたダウムによって修復不能となる損傷を負った。1911年に撮影された3号機、これによりダウムとの共同事業は中止され、エンジンを譲渡されたフォッカーは3号機の開発に入った。 1911年8月31日、ハールレムにおいて、監修の前で飛行し、フォッカーは名声を得た。同日は、ミルヘルミナ女王の誕生日であったことが、その名声を増した。翌日には、ハールレムの聖馬補教会の塔の周囲を飛行している。その後、1912年に、ベルリン近郊で、飛行学校と後のフォッカーとなる、航空機メーカーを設立した。 1912年から翌年にかけて25機が生産され、多くは練習機として用いられた。その一方でスピンを元とした軍用機型が開発された。副座の練習機 M1 は2機の発注を得た。1911年に初飛行し、はじめは偵察用途に、1913年には陸軍の飛行学校に送られ練習機として1914年まで。 用いられた。流線型の機体を有し、1912年に初飛行士タイムには100馬力のアルグルモートレーンか、メルセデス製のエンジンを搭載し、速度は時速9 7キロメートルに達した。参謀本部が試算したダイムラー製の輸送用トラックを含む10機の費用は299,880マルクであった。交換性の機体として、 エンジンをアルミニウム製のカウルで覆った改良型 M3。開発中止となったフォッカー W1 のエンジンを利用した M3A を経て、開発された M4 は、後退格をなくしゅうへ帰り頭脳を小さくした高翼の機体であり、ノーズギアを装備したが、操縦性に難があり、売り込みには失敗した。これが最終型となった。第一次世界大戦終結後、 フォッカーは一機のスピンをオランダに持ち帰った。この機体は第二次世界大戦時に戦利品としてベルリンの航空博物館へ輸送され、大戦終了後ポーランドが入手、1986年に返還された後、修復された。この機体は1936年にフォッカーの25周年記念として製造された一機と、共にレリスタット空港のアビオドロームで保管されている。 スピンの機体は木製の桁2本で操縦席を挟み、操縦席前方にエンジンを据えただけの簡素なものであった。アルグスの水冷エンジン用ラジエーターは側面に配された。発展型では流線型の機体を有していた。主翼と尾翼は2本の交換に竹製のリブを渡した布張りのもので、硬着装置も同様に交換性であり、 これらの構造を光線で支えていた。3号機以降では主翼に植え、返りズノが付けられた V 字型配置となっている。膠着装置はソリに車輪付き固定脚、ビブをゴム張りのソリとしていた。スピンは操縦輪であったが、M1 では操縦桿に変更されている。出展、初言性能 ABCD、フォッカースピン1。2007年1月14日閲覧。 AB、フォッカースピン2。2007年1月14日閲覧。アーリー、フォッカーイヤーズ。フォッカーテクノロジーズ。2013年6月15日、閲覧。AB、フォッカースピン3。2013年6月15日閲覧。ポール・リーマン、フォッカーエアクラフト・オブ・ワールド・オーワン・ P21 軍用機であることから、ミラタースッチに由来する M が使用された。 AB、フォッカー A-1912 シュピナ。2013年6月15日閲覧。フォッカー m 1スパイダー。2013年6月15日閲覧。フォッカー m 2スパイダー。2013年6月15日閲覧。ポール・リーマン、フォッカーエアクラフト・オブ・ワールド・オー・ワン、PP24 から26ハインツ英イカイ、シュミット・ヒストロシャ・フラクツイが、 トランスプレスバーラグ、ベルリン VLN162 から925、25、68。ありがとうございます。